お邪魔します。今日もよろしくお願いします。うん、こちらこそ。家のお掃除とお惣菜を何日か分作っておきますね。今夜は何か食べたいものはありますか食べたいものうーん、特にないかな。いつも通り、もちづきさんにお任せで。わかりました。それじゃあ、少し寒くなってきましたし、 暖かいものにしましょうか。確かに、最近寒くなったね。この間用事で外に出たんだけど、すごく寒かった。<laughs> この時期は温度の変化が激しいですからね。体調に気をつけて、暖かくしてくださいね。うん、ありがとう。もちきさんも気をつけて。どうですか 今日の夕食、おいし,しい私にとっては朝ごはんだけどまた起きてからずっと何も食べてなかったんですね作業してると忘れるからもうダメですよちゃんと食べなきゃそうだ今日はデザートもあるんですアップルパイなんですけどまだ食べられそうですかうん夜中まで作業するから。 今のうちに食べておきたいそれじゃあ紅茶を用意しますねはいどうぞ私も一切れ一緒にいただきますねうんおいしい <laughs> よかった望月さん優しい笑い方だけど目がなんだか寂しそうでお父さんに似てるありがとう望月さん 紅茶、おいしかったあははいアップルパイもまた食べたいなはいうんう <laughs> ん八重咲さんこんにちは望月ですあ今開けるねじゃあ今日もよろしくはい お掃除とお食事の用意。あ、でももしかして今、お食事中でしたかえあ、えっと、テーブルの上にカップ麺があるので、そうかなって。ああ。そういえば、夜に食べようとしたんだった。でも、結局ずっと作業してたから、忘れてた。夜からずっと、今まで作業してたんですかうん。 でも別にいつものことでお水は作業中水分ちゃんと取りましたかううん別に喉乾いてないしということは半日近く飲まず食わずで作業をととりあえず座って安静にしてくださいキッチンお借りしますえううんいただきますは うん美味しいほったらかしにしてたカップ麺でもこんなに美味しいそば飯にアレンジできるなんて望月さんやっぱりすごいねそれにさっき作ってくれた即席のスポーツドリンクも砂糖とちょっとのお塩で作れるんですよレモン汁があったらもっとさっぱりした味にできたんですけどでも良かったです 脱水症状とか出ていなくて心配してくれてありがとうでも慣れてるからそれじゃあ今日もお掃除から始めますねうんお願いあ今回もご飯のメニューお任せで大丈夫はい任せてくださいごちそうさまでした 今日もありがとう、もちきさん。美味しかったよ。ふふ、よかったです。ちょうどお茶も用意できたので、どうぞ。うん、ありがとう。今日はジャスミンティーです。優しい香りなので、きっとリラックスできますよ。本当にいい香りだね。いただきます。いらっしゃい、もちきさん。 お邪魔します。今日はお掃除でしたよね。うん。今日は台所をお願い。あとお風呂。じゃあ、早速始めますね。あ、そうだ。今日、フレーバーティーを持ってきたんです。よかったら、後でヨイサキさんも飲みませんかありがとう。じゃあ、お願い。それじゃあ、お掃除が終わって、お茶を入れたら声をかけますね。うん。 おばあちゃんが一人で暮らすならせめて家事代行サービスを使いなさいって言った時は驚いたけど、頼んでみて正解だったな。部屋が汚くなると作業効率が落ちるし、それにご飯も美味しくて。よいさきさんお掃除終わりましたお茶いかがですか今行く。 いい匂い。ですよね。白桃のフレーバーティーなんですよ。どうぞ。いただきます。美味しい。本当ですかよかった。お待たせしました、ランさん。ありがとう。いい香りだね。これ、ライチはい。 フルーツ系のフレーバーティーは頭も気持ちもリフレッシュしてくれるそうですよ。うん。香りも味もなんだかすごく落ち着く。ただ週に一回掃除をしてもらってご飯を作ってもらうだけのつもりだったのに。いつの間にか一緒にお茶を飲むのが当たり前になってる。本当に落ち着くな。もしかして今日も寝てないんですか ううん。ちゃんと仮眠はしたから大丈夫。おうちにもカップラーメンがありますもんね。でも、ラーメンばかり食べていると栄養が偏っちゃいますよ。大丈夫。もちづきさんが作ってくれたお惣菜がある時は、そっちを優先して食べてるから。それならいいですけど。あの、ちゃんと食べて、ちゃんと寝て。 それから作業しないと、もし慣れていたとしても体が持たないですよ。うん。徹夜とかしちゃうと、さすがに集中力もクオリティも落ちるし、なるべく気をつける。うん。それにしても、思ってた以上に人が多いな。聞きに来る人も結構いろんな人がいるみたいだし。みんな、お待たせー みんな揃ったねそれじゃあ行こっかあれ今の声ってうん気のせいかなかなでどうしたのううん何でもない今行く望月さんこんにちはこういうところで会うとなんだか不思議な感じだね <laughs> そうですね今日はよろしくお願いしますこんにちはそうだ今日は望月さんが来る日だったも望月さんちょっと待ってすっ…あ足ぶつけたあ,あ 机に置いてた楽譜が全部床に。はあ、それじゃあ、今日のお掃除はこれで終わりですね。ごめん。いつもより大変だったよね。<laughs> これくらい全然平気ですよ。お片付けなら任せてください。望月さん。あ、そうだ。お掃除をしていて気になったんですけど。 空気清浄機のフィルターってお掃除してますかえああ、そういえば、使い始めてから一度もしてない。それじゃあ、来週来た時にお部屋と一緒に綺麗にしますね。お部屋の空気がスッキリしたら、気分よく作業もできると思うので。えあ、すみません。作業してる時のよいさきさん。 なんだか難しそうな表情をされていたので。本当はエアコンのフィルターもお掃除したいんですけど、さすがにそっちは業者さんにお願いする方が綺麗になると思います。エアコンが埃りっぽかったら、空気清浄機を使っていても効果が半減しちゃいますから、気が向いたらお手入れしてくださいね。そっか。わかった。そうする。今日はありがとう、もちづきさん。 はい。じゃあ、また来週来ますね。エアコンの掃除か。そういえば、全然手入れなんてしてないな。あ、そのペットボトルに挿してるの、桜の枝はい。ここに来る途中の、公園のすぐ横で拾ったんです。子供たちがボール遊びとかをしていて、 ぶつけて折っちゃったのかもしれませんね。この枝、もうすぐ咲きそうなつぼみがついてるのに。はい。それで私も、もったいないなって思って。もちづきさん、すごく優しい人だと思ってたけど、犬とか植物とか、人間以外にも優しいんだな。ねえ、もちづきさん、その桜、無事に咲いたら、 また見せてもらってもいいかなはい、もちろんです。綺麗に咲いてもらえるように、お世話頑張ります。八いさきさん、お約束通り持ってきました。あ、桜咲いてる。はい。一つだけ、 どうしても咲かないつぼみが残ってしまったんですけど、それでも他のは咲いてくれました。あんな状態からでも咲くんだな。しかも、こんなに綺麗に。もちづきさん、この桜借りてもいいかな実は見せてあげたい人がいて。八へ <laughs> いさきさんに差し上げますよ。もともとこの桜が咲いてくれたら、 お部屋とかに飾ってもらおうと思っていたので。えいいのはい長持ちするように、園芸用の肥料を溶かしたお水も持ってきました。そのお水に挿しておいてもらえれば、しばらく楽しめると思います。望月さん。でも、なんでそこまで桜を見るヨイサキさんの目が、すごく優しかったので、 桜に大切な思い出があるのかなって思ったんです。<laughs> すみません、おせっかいで。うん,うん。ありがとう、もちづきさん。大切に飾らせてもらうね。花もいつもありがとう。今日のはガーベラだっけはい。この前お会いした時に雪が降っていたので、白にしてみました。やっぱり、 花が一輪あるだけで、なんとなく部屋が明るくなった気がする。今回のお花も喜んでもらえてよかった。いちかちゃんのおかげだな。そうだ。今日も花を持ってきてくれたんだね。あ、はい。芍薬っていうお花なんですけど、ボリュームがあるので一輪でも綺麗に飾れるって、 幼馴染の子に教えてもらって。幼馴染はい。仲のいい幼馴染が三人いるんですけど、一人がすごくお花に詳しいんです。へえ。その人、花が好きなんだ。それも、あると思います。実は、幼馴染の一人がすごく体が弱くて、入院したその子のお見舞いに、毎日お花を持って行っていたから、 自然と詳しくなったみたいです。そうなんだ。毎日か。それだけ元気になって欲しかったんだね。あ、そうだ。今日もまたお花を持ってきたんです。<laughs> 今日のはちょっと面白い形をしてるんですよ。ほら。本当だ。どうを逆さまにしたみたいな形で面白いね。はい。 ムスカリって言ってこの小さい粒みたいなのがお花なんです前からお話ししていた花に詳しい幼なじみっていちかちゃんのことなんですそっかやっぱりえあもしかしていちかちゃんとその話をううん歌詞や歌声の雰囲気とか会って話した感じとかでなんとなくそうかなって思ってたんだああ どちらかというと、そうだったらすごく似合うなっていう感じかな。なるほど。確かに、優しく静かに見守っててくれる感じが、なんとなくお花っぽいかも。そういえば、花に詳しくなったのは、幼馴染みの子が病気で入院してて、毎日花を持ってお見舞いに行ってたから、だったよね。あ はい。かなり前にお話ししたことなのに、覚えていてくださったんですね。うん。すごく優しい子なんだろうなって思って。その雰囲気も、イメージ通りだったな。<laughs> ありがとうございます。え大事な幼馴染みを褒めてもらえて、嬉しくて。そっか。改めてになるんですが、 先日はイチカちゃんと会っていただいて、ありがとうございました。おせっかいかなって思ったんですけど。でもイチカちゃん、すごく喜んでて、お願いしてよかったなって思いました。じゃあ、私もお礼を言わないと。え星野さんに会えて、真冬や望月さんたちとも一緒に話ができて、すごく充実した時間を過ごせた。だから、 ありがとう、もちづきさん。そんな、八重さきさんにも喜んでもらえたみたいで、よかったです。うん。そうだ、最後にした、また話そうっていう約束だけど、しばらくは作業が詰まってて、時間をもらっちゃうかも。大丈夫ですよ。私たちも、次のライブに向けた練習や準備もありますから、次があるっていうだけで。 すごくありがたいですそっかよかった私も次を楽しみにしてるからその時はよろしくはい私も楽しみにしてますね望月さんその入院してた幼なじみの子今はもうすっかり元気です元気すぎてむしろ心配になることもあるくらいですよ そっか。<laughs> よかったお。あ、そうだ。花なんだけど、確か清掃のオプションにあったと思うから、正式に依頼にさせてもらうね。えでも、私が勝手に始めたことですし。そうだとしても、私の楽しみの一つになってるし、こういうのはちゃんとしておきたいから。よいさきさん。はい。わかりました。 それじゃあまた、幼馴染の子に相談して、いいお花を持ってきますね。うん、よろしく。それに、ちょっと安心しました。え八重サさん、今日少し元気がなさそうだったので、笑った顔が見られてよかったです。<laughs> いつも思うけど、モチキさんはすごいね。こんなに家事ができて、私のことも気にかけてくれて。 そんな、私は単に歌詞が好きなだけです。でも、母の知り合いに勧めてもらって、このアルバイトを始めたのは良かったなって思ってます。お手伝いができるのって、とっても楽しくって。そうなんだ。なんていうか、困ってる人に喜んでもらえると嬉しいんです。そのせいでおせっかい焼いてしまう時もあるんですけど、 いちかちゃん、すごく練習頑張ってたから、それで歌い方が少し変わってたんだと思います。そうなんだ。星野さんは頑張り屋さんなんだね。いえ、そんな。私は自分にできることをやってるだけです。私、母と一緒に家庭菜園もやっていて、肥料ならありますし、だから家に持って帰って、その方法を試してみます。 家事や料理もこんなにできて、家庭菜園までやってるなんてすごいね。プランターで小さい野菜とかハーブとかを育ててるくらいで、全然大したことないですよ。あ、というかすみません。私ばっかり喋ってしまって。気にしないで。私は話すのうまくないし、もちきさんの話、聞いてて楽しいから。あの、 他にも私にできることがあったら、何でも言ってくださいね。ありがとう。でも、今でも十分良くしてもらってるから。本当に最初は、ただおばあちゃんに言われて、仕方なく頼んだだけだったけど、うちに来てくれる人が、もちづきさんでよかったな。<laughs> 私もお邪魔するお家が、よいさきさんのお家でよかったです。